こんにちは。今日は6月25日火曜日です。梅雨の晴れ間の乗鞍高原です。今日はですね、時折突風が吹いて風は強めです。日曜日はですね、台風並みの、雨が降りました。それもあってですね、道路に至る所にですね、木々の枝や葉っぱが落ちたりとかしております。今日は気温高めですね。観光センターの駐車場に来ました。今日はあいにく山の方はですね、雲がかかって、山頂は見えておりません。今時刻はですね、お昼過ぎました。先ほども言いましたが、今日は風が強めです。観光センターのバス停ですが、このように、案内されております。こちらですね。今日は貴重な梅雨の晴れ間です。伊賀屋に来ました。今日は本当ですね、風も強めですし、気温も結構高く感じられます。いつもの伊賀屋の芝広場に来ました。ここからは本当綺麗に乗鞍岳が一望できるところです。今日はですね、あいにく雲が出てますが、いや本当梅雨の晴れ間ということなんでしょうか。日差しが強いですね。紫外線が強いです。芝も綺麗に刈ってありますね。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。